小笠原さんがチーム初の保留という結果なんですけども、福留さん、これはどう思われますか？福留、いや、僕はいいと思いますよ。自分が納得するまでやっていいと思います。僕は、とことん自分の気の済むまで、納得するまでやっていいと思います。誠意は金って言ってるもんなわら。福留が保留なんてけしからん、とか何があっても絶対言わんやろな。福留からしたら今の野球選手おとなしいなくらいには思ってそう。福留が銭投資だったのもあるけど、普通に選手に与えられた権利だしな。ダメという方がおかしな話よ。権利だから交渉は全然いいと思う。事前交渉する時間取れなくていきなりになったみたいだし、ただ去年が良かっただけに今年の成績でアップ提示されて何言ってんのってファンに思われるのは仕方ない。ドラフト弱指名、海外フリーエージェント、契約交渉保有、メジャーから戻ってきた時条件で球団を吟味、フルスで引退、地方の人気球団に球団で引退後も仕事をもらう、選手が手にできる権利を全てフル活用できるくらい活躍して実際に行使してきた男だし、その道のプロだからな。この男の右に出るものはおらん。受け入れるのも保有も選手の自由だし、そこに関して批判するつもりは全くないけど、やっぱ今年の成績だと物足りないってのも事実やろ。ヒロトや柳とはまた違うし、守備はそれなりにしっかりしてたチームを解体してプロとは言えないようなひどい守備崩壊させて、負け続けながらも若い選手を使ってるから仕方ない的な投手見殺し方針で夏頃まで戦ったシーズン。そもそも契約保有を大げさに扱うこと自体がおかしい。新しい契約を結ぶ場なんだから納得できれば契約、そうでなければ保有、それだけの話。日本では保有したらごねてる&出しぶりってイメージになりがちだし、いちいちニュースとして取り上げる必要はないと思う。別に中日に使えてるわけじゃないしな。今年は中日も儲けてたはずなんだから好きにやればいい。